あ、ハレリア、プレイ録画できます。はい、こんばんは、ハレリア、ツイキャス三元放送でやっております。三元放送、はい、こんばんは。はい、今日も暑かったですね。今日も暑かったですが、少し涼しかったかな。昨日よりもちょっと涼しかったかもしれませんが、まだ暑かったですね。はい、今日は9月2日です、いよいよ9月ですね、いよいよ9月ですが、チャースクールは来週から始まる予定ですね。もう夏休みは、今度の土曜日曜日で終わりですね。キューちゃんこんばんは。今日も学びに来ました。はい、菊池さんこんばんは。一緒に学びましょう、一緒に真理を学びましょう。一緒にイエス様を学びましょう。一緒に、その本当に大事なことを学びましょう。一緒に学びましょう。今日はですね、ニュースが一つありますね。ちょっとニュースをお見せしましょう。ですね、これかな。これじゃない。これ。あ、これ。これですね。ですね、ネットで拾ったニュースですけれども、これはですね、こうしてここに貼ります。はい、こういうニュースなんですけど、ちょっと LINE ライブの方と、それから、ツイキャスの方はちょっと見えなくて申し訳ないんですけど、これはちょっと読みますのでですね、ちょっと読みますね。これはですね、311のことについてなんですけども、下のちょっと真ん中あたりなんですけども、そのタクシーにですね、その死んだ方の幽霊が乗るという話なんですが、それがですね、ちょっとそこで読みましょうか、ちょっと読みますね、そこのところですね。震災後に語られる被災地の不思議な現象。例えば何人ものタクシーの運転手さんが途中で消えてしまうお客を乗せている。季節外れの冬の格好をした若い女性だったり子供だったり、運転手さんたちはそれを幽霊だと騒がず静かに受け止める。ああ家に帰りたかったんだねと。しかしこれは怪談集ではありません。東北学院大学の震災の記録プロジェクトの研究成果の一部を本にしたもの。綿密なフィールドワークに基づいたものです。タクシーの幽霊団はほんの一部で、被災地地域や人々に寄り添うようにして死を読み解くためのプロジェクトでした。何人ものタクシー運転手が語る話には裏付けがあります。タクシーには乗車記録があるので、彼ら彼女らが乗った区間は無賃乗車として淡々と処理されているそうです。まあこういうですね、タクシーの運転手にタクシーにですね、その、死んだ方の幽霊がですね乗り込むという話です。それがですね、その確かめられているというか、本当にそういうことがあるんだ。私が言いたいのはですね、人間は死んでおしまいではないということですね。人間は死んでおしまいではなく、その死んだ人の霊がですね、そのタクシーに乗るというね、
人間は死んでおしまいではないということをちょっと言いたいんです。それからこのタクシーの幽霊の話だけではなくて、臨死体験もありますよね。臨死体験、立花隆さんだったかな、臨死体験って本を書きましたけど、臨死体験もその蘇生技術によって、ね、一度心肺停止になった人がもう一度蘇生して、そのこの幽体離脱、ね、幽体離脱、なんかちょっとスピリチュアル的ですけど、ね、幽体離脱してですね、自分の、ね、この上から自分を見るとか病室を見るとか、まあ、そういう幽体離脱、ね、私はスピリチュアルな話をしているわけじゃなくてですね、本当に人間は死んで終わりじゃないということを言いたいのですね。人間は、その死んで終わりではない、その人間はですね、死んだ後、しばらくですね、しばらくこのさまよったりなんかする、まあ例もあるかもしれませんが、最終的には天国か地獄、最終的に人間は天国か地獄に行くという聖書のその教えがですね、正しいんだということを伝えたいわけです。今311の、ね、東北のタクシーの幽霊の話もそうですし、まあ、その臨死体験もそうですし、もうそういうですね、人間は死んでおしまいじゃないという話がいろいろ説明できます。はい、まあ、そういうわけで、このニュースはその人間というのは死んでおしまいじゃないということで、ぜひ皆さん、人生が全てではないんだということですね。人生が全てではなく、死んだ後どうなるかが大事なんだということですね。死んだ後どうなるか、それが大事だということです。はい、それではですね、今日のタイトルはですね、今日のタイトルは個人が国家聖書に参加するかしないか選ぶ権利がある、そういうタイトルなんですけど、これは、このニュースから取ってきたんですね。ちょっと待ってくださいね、ニュース、このニュースですね。はい、このニュースですね、ちょっと見てほしいと思うんですけど、このニュースから取りました。柴田さんから、コメントが来てますね。こんばんは。中国や韓国を見下す国家の国歌は歌えません。今日、韓国人と話す機会がありました。彼女は、日本人は優しくて親切だから、日本が好きだと言ってました。日本が好きな中国人も同じです。賢い中国人や韓国人は、日本人の良さを評価していますよ。日本人はどうですか？というコメントですね。はい。ですね、私はそうですね、日本が嫌いなどころか、ね、日本を救うために伝道しているわけですね。日本を救うために伝道しているわけですけど、しかし、私が国歌斉唱しない理由、ね、その国旗掲揚しない理由はですね、そのつい70数年前、ね、それは天皇を荒人神とした、偶像崇拝だったということですね。偶像崇拝のために用いられたのが日の丸であり、
君が代なんだという、だからその部分なんですね、その部分を言いたいのですけども、今日のそのニュースはまたちょっと違う理由なんですけど、ちょっと説明しましょうね。今貼ったニュースはですね、こういうニュースなんですね。アメリカの、プロフットボールのですね、クォーターバックをしている、フォーティーナイナーズという、まあ、チームがあります。そのチームの、コリン・キャパニック、皆さんアメリカンフットボール知っている方いるでしょうか。コリン・キャパニックという方がですね、その26日、8月26日の夜の試合の時に、試合前の国歌斉唱があるんだそうです。で、その国歌斉唱の時に立ち上がらずに座ったままだったんですね。でそのキャパニック選手は、その理由をこう言いました。黒人や有色人種を虐げる国の旗には誇りを示しませんということですね。これはですね、最近その黒人を射殺され、白人の警官がその黒人を射殺するという事件があって、それがネットにですね、動画がいくつか上げられたわけですね。そういうことでそのアメリカはその黒人に対して差別しているという、黒人に対して差別をしているということの、まあ、抗議の現れだと思うんです。そして、大事なのはですね、その、まあですね、アメリカでもね、まあ、日本と同じ問題がある。アメリカでも日本と同じ問題があって、そのアメリカでもですね、国歌斉唱を、まあ、反強制的な雰囲気があって、そのコリンさんがですね、国歌斉唱しなかったことに対してものすごい反発があるわけです。日本だけの問題じゃないということなんですね。そしてごめんなさい、これかな、このフォーティーナイナーズはですね、このことに対してですね、声明を出しまして、信教や表現の自由といったアメリカの原理に基づき、個人が国歌斉唱に参加するかしないかを選ぶ権利を認めますと。そのプロフットボールのですね、そのチームはですね、チームはこのコリンズさんね、この方のその個人的なそういうなんて言うんでしょうかね、権利、国歌を歌わない権利を認めているわけです。私が今日このことをですね、まあ、タイトルにした理由はですね、そのアメリカでもこういう問題があったとしても、アメリカでもこういう問題が同じ、日本にもこういう問題があるんですけど、アメリカではそういう個人が信教の自由に基づいて、またはその思想の自由に基づいて国歌斉唱に参加するかしないかの選ぶ権利があるということを、まあ、アメリカでは、まあ、一応まだ認めているということです。ところが皆さん、日本では認めてないんです。日本ではですね、そのクリスチャンじゃない、クリスチャンじゃない小中高、小中の教職の方々がいますね。教職の方々が卒業式の時に、国歌斉唱で起立しない、歌わないということで、退職させられているんですよ。退職させられている。それはですね、おかしい。それはおかしい。学校だから、学校の先生はそれはまあね、先生が歌わないのに生徒に歌えと言いにくいっていうことはあったとしても、
むしろ逆でしょ、逆でしょ、子供たちに、その国民はそれを選ぶ権利があるということを、あの子供たちに教えるべきであって、歌わなきゃいけない、無理やり歌わなきゃいけないっていうことを生徒たちに教えるべきじゃないと思いませんか。つまり、その日本は間違ってるんだということですね。生徒たちに、その国民はそういう自由がある、そういう権利があるということを教えるべきであって、その戦前戦中のような、戦前戦中のようなね、その国民にその思想を強要するようなことは、間違えたということを教えなきゃいけないのに、まだ戦前戦、戦前戦中の、まあ、やり方をとっている、まあ、そのように日本とアメリカと同じ問題があったとしても、日本ともアメリカに同じ問題があったとしても、アメリカの方はね、まあ、そのコリンズさんが辞めさせられるかどうかは分かりません。もしかしたらですね、プロフットボールのですね、アメリカンフットボールの選手を辞めさせられるかもしれません。まあ、それはちょっと残念なことですけど、まあ、例えばそうだとしても、コリンズさんは覚悟しているそうですね。覚悟しているそうです。私は、言いたいのは、ね、日本の教職の方で、クリスチャンじゃない、教職の方が、その仕事を辞めさせられたとしても、ね、仕事を辞めさせられたとしても、君が代聖書の時に立ち、要するに起立しないという勇気、それは私は素晴らしいと思いますね。それは教育者としては素晴らしいと思います。私が言いたいのはですね、私が言いたいのは、本当に誇るものは、ね、それぞれの、その、国を誇るとか民族を誇るとか、そういうことではないでしょうということですね。民族を誇るとか国を誇るということじゃなくて、今はグローバルの社会じゃないですか、ね、そういうナショナリズムとか、そういうことではなくて、ね、ジェイさんからコメントが来てます。キューちゃんこんばんは。私は最近自分が悪コメの悪霊に支配されていることに気がつき、キューちゃんに証を送ることを控えていました。しかし今日は満を持して霊的に清くなった状態で、イエス様のように真っ白な気持ちで証を送ります。先ほどキューちゃんがお話しされていた臨死体験、あるいは幽体離脱の話ですが、私も同感です。私も立花隆さんの動画をよく見ています。立花さんが頻繁に NHK は悪い組織だ私も今後もキューちゃんと共に、そして立花隆さんと共に悪霊と戦っていきますはい、山本さん、キューちゃんこんばんは。今日は早く起きることができて朝日放送を見ることができました。今日はいろんな人がキューちゃんに、来たのを見て、今日の石井さんの証コメント、または、はい、今日のタイトルについてですが、私は以前国家聖書は当たり前のことだと思ってました。しかしこの放送を見て、国家聖書は個人の自由なんだ、アーメンと思いました。数日前にも証コメントでありましたが、全部はい、はいで答えてください。国家聖書は自由ですか。はい。会社や卒業式や入学式で国歌を歌わないのは自由ですか。はい。イエス様を信じますか。はい。韓国が好きですか。はい。あら不思議、あなたもクリスチャンになりました、はい。まあ、そういうわけで、
私が言いたいのは、本当に私たちは何を誇るべきなのか、何を誇るべきなのか。国としてはですね、まあその愛国心を、培うために、ね、そういう、その国家を称賛する、ことを促したい気持ちはわかります。でもそれは本来は信教の自由、思想の自由じゃないですか。それが行き過ぎちゃうとですね、北朝鮮みたいになっちゃうんです。中国とか北朝鮮がね、なんかこう、会議みたいなのがあると、みんながこうやってこう手叩いて、なんか無理やりね、元首をですね、褒めたたえるような、ね、そういうなんかこう、やらせみたいなのあるじゃないですか。あれおかしいですよ、どう考えてもね。ああいう、まあ、全体主義というか、無理やりですね、独裁者を褒めたたえるなんておかしいじゃないですか。日本の戦前戦中もそうだったんですよ、皆さん。日本の戦前戦中もですね、無理やりそうやってこの天皇を拝まさせられていたんですよ、皆さん。だから皆さん、ぜひ分かってほしいのは、日本も、ね、北朝鮮や中国のような全体主義だったということを理解してですね、今私たちは本来の、イエス様を誇り、イエス様の愛に従いたい節子さん、私たちはね、そういう国家斉唱も国旗掲揚も本来自由じゃないですか。本来強いられてやるべきことじゃないですか。自発的にやるべきじゃないですか。自発的にね、そういうことをやるべきだと思いませんか。自発的にやるべきなんです。本来そういうことっていうのは自発的であるべきなんですね。当然だと思いませんか、ね、それを強制したり、強いたり同じですけど、すること自体ちょっとおかしい、ちょっとおかしいと思いませんか、ね。まあそういうわけで、今日私が言いたいのは、このニュースを通してこの、コリンズさん、ね、コリンズさんのしたことは勇気がいるし、自分の選手生命を、まあ、かけているわけですけど、その選手生命をですね、その、かけてやるというのはですね、この間6月に亡くなったモハメド・アリもそういう方だったようですね。ベトナム戦争 に対して徴兵拒否をしてね、私はそのベトナム人を殺したくない、私はベトナム人を殺したくないと、そのように、その反戦運動をしたモハメド・アリ、彼もですね、そういうちょっと似ているところがあります。皆さん、私たちはその、聖書ではですね、権威に従いという言葉があります。私たちは信仰に反さない限りは、権威に従うべきですね。国家の権威に従うべきです。しかし私たちは本当に従うべき、方は本当の神様、本当の神様、ね、この天地を作った神様、その神様に従うべきです。そしてその神様に従うということの中で、私たちは信教の自由、人間の基本的人権、その悪魔がですね、悪魔がその基本的人権を犯そうとしているわけです。悪魔がですね、その自由を奪おうとしている。その霊的なメカニズムがわからないと、ね、政治もわかりません。霊の世界がわからないと政治もわからないんです。なぜ、ね、そういう、まあ、反政府運動をするのか、ね、私たちは単なる、ね、政治運動をするのではなくて、本当の正義、本当の正義をもたらすために、そして本当に愛のある、
愛のあるその、まあ、政治、愛のある社会、そういうものを求めるために私たちは信仰的な判断の中で私たちは、発言していく必要があると思います。はい、菊池さん、キューちゃん、こんばんは。本日も愛を学べることをイエス様に感謝いたします。本日のタイトル、国家についてですが、今の日本は昔と違い国際化が進んでおり、日本人だけが学校に通ったりしているわけではなく、さまざまな、国籍の人が通学しております。そんな中、無理やり君が代を歌わせてよいのでしょうか。歌わないと罰を与えたり怒られたりするのはまさに独裁主義であり、配慮が足りないと思います。僕は君が代を無理やり歌わせる学校には子供たちを通わせるべきではないと思います。アメン。そうですね、今やまさにですね、いろんな国籍の子供たちが学校に来ているわけですから、なおさらその日本の国歌だけ、歌わせたり日本の国旗だけ、掲揚させるのはおかしいですよね。いろんな国籍の子が来ているわけですから、そのやはりむしろ自由を与えるべきじゃないでしょうか。無理やりそうさせるのではなく、本来人間には基本的人権があるわけです。その基本的人権をむしろ認めるべきだと思います。基本的人権を認めるべきだと思います。センターさん、キューちゃん、こんばんは。政治と霊的働きがリンクしているのが改めて分かりました。イエス様の愛を求めます。はい、そうですね、この全てのことに霊的な戦いがあるんです。全てのことに霊的戦いがあります。経済にも霊的戦いがあり、政治にも霊的戦いがあり、ありとあらゆる面に霊的戦いがあるんです。ですからその霊的な戦いを、伝える必要があるんです。はい、山本さん、イエス様が苔の蒸すまで私たちの心の中で生きていてほしいです。アメン。はい、それではですねそれでは角笛行きましょうかね。角笛、角笛、何角笛。個人が国家斉唱に参加するかしないかを選ぶ権利がある角笛。基本的人権角笛。信教の自由角笛。思想の自由角笛。全ての人に、その基本的人権がある角笛。個人が国家斉唱をするかしないか選ぶ権利がある角笛。非常に難しい問題でですね、なかなか、その判断する基準、判断する基準がなかなか見えてないんですけども、私たちは、その聖書に基づいて、聖書に基づいて、物事を判断しなければなりません。世の中はいろんな意味で人間を束縛しようとしています。その
J さんからコメント来てますね。個人の自由とは本当に素晴らしいことだと思います。信教の自由とはどれだけの価値のあることでしょう。先ほど Q ちゃんがお話しされていたアフリカ系アメリカ人のモハメド・アリさんもまさに個人の自由を貫いた立派なアメリカ人の一人です。彼はベトナム戦争に対して明確に反対しただけでなく、カシアス・クレイという名前を捨ててモハメド・アリに改名しました、そして彼はキリスト教でしたが、イスラム教を信じて改宗しました。あ、そうですか。モハメド・アリさんはイスラム教に改宗しちゃったんですか。もちろんそれは個人の自由ですね、個人の自由ですが、ちょっとイスラム教に改宗したんだったらちょっと残念ですね。まあその、ベトナム戦争に反対したことは素晴らしいと思います、しかし、イスラム教に改宗したことはもちろん自由です。自由です。でもそれは自由でいいんですけど、まあ私からすれば残念なことですね、クリスチャンとしてやってほしかったね、クリスチャンとして、その個人のそのベトナム戦争に反対してほしかったなと思います。それではですね、明石タイム行きましょう。明石タイム行きましょう。それでは明石タイム。イエス様を信じて、イエス様を信じて、私たちは悪魔に逆らう権利、悪魔に対して信仰を貫く権利がある。私たちは、神様からいただいた信仰を選択する権利がある、自由がある証。その偶像崇拝を拒む権利がある証。偶像崇拝を拒む権利がある証。スタートスタートスタート。国家聖書についてのアメリカの先進性に驚きました。日本も見習いたいです。親戚の子にキムガヨは拒否できるんだよと教えようと思った。アメン。キムガヨはかっこ悪いと思いました。ルカさん。国歌を歌うより聖歌や賛美歌を歌おう。統合失調症が治りました。イエス様の御心のおかげです。以前は落ち込んでいた、今は信仰で踊りたい気分だ。早く日本がイエス様の国になるように日々祈っています。
血圧が安定してきた、この放送のおかげです。権利は守られるべきだと思った。東京オリンピックの時、君が代を流さない勇気を持つべきだと思った。両親に虐待され悲しかった。でも信仰で親を許せた。親に挨拶できるようになった、信仰の力です。みんなが歌って幸せになる賛美歌を国歌にすべきだと思った。イスラム教からキリスト教に改宗しました。国家斉唱強制は独裁的だと思った。LTA はやばいから逃げようと思っていた。しかし決心がつきました。ルカさん、アメン。国家強制は洗脳教育と変わらない危険な思想である。菊池さん、イエス様の愛が皆さんにも注がれますように、アーメン。節子さん、
はい、菊池さんからコメント来てますね。リスナーのコメントを見ていると、キューちゃんが反日とか売国とかコメントが目立っていますが、これは初めて放送を見た人が勘違いしてしまうので、チャットを送りました。まず、初めて放送に来られた方は、コメ非表示をお勧めしたいと思います。そして、キューちゃんは決して反日でも売国でもありません。日本が間違った教育を国民に強要して、洗脳している危険性について語っておられるのです。もしキューちゃんが日本が嫌いだったら心配して注意したりするでしょうか。皆さん、自分の子供が悪い友達や悪いことをしていたら注意するのが愛情ではないでしょうか。悪く目をっている方は嘘のコメントで真実を隠そうとしても無駄だと知るべきだと思います。アメン、アメン。センタさん、国歌より賛美歌を歌いたいです。しかし、君が代がですね、君が代が、ヘブライ語の賛美歌だという説もあるんです。ちょっと面白いですが、ちょっと貼っときましょうね。だから君が代を斉唱していいということではなくてですね、君が代が賛美歌だという、面白い解釈がありまして、それをちょっとですね、でもちょっとこれはあまりですね、君が代を、皆さんにググってもらった方がいいですね。皆さんぜひそれ、君が代がヘブライ語だという説があります。それ皆さん各自でググっていただければ嬉しいと思います。進行したいな、私も興味が出てきた。メンズさん、こんばんは。今日から仕事が長く遅れました。さて今日のタイトルですが、私も小中高と国歌斉唱が卒業式などに歌わされていたのですが、しかし私は国歌斉唱はどこか嫌で一回も歌わなかったです。今考えればここからイエス様につながっていたと思いました。そして学校では国歌斉唱は強制して歌わされるので、歌わなかった私は周りから変な目で見られ、教師からは暴力を受けていました。しかし私は誰も憎んでいません。悪魔が悪い、日本が悪魔に侵されていると思い、いち早くこの日本を救いたいと思い、私は周りに伝道していきます。アメン、アメン、アメン。はい、皆さん、この、国歌斉唱を拒否するとか、国旗日の丸掲揚を、拒否するとか、それはですね、悪意でやってることじゃないんですね。悪意でやってることじゃなくて、その、良心に基づいてね、良心に基づいて、やはりその戦前戦中の悔い改めの家だと私は思うんです。戦前戦中、そういう国旗掲揚、国歌斉唱の中で日本は軍国主義を邁進していったわけです。ですから今アジアの人たちの中で、その君が代を聞いて不愉快に思ったり、その日の丸を見て、傷がですね、心の傷が痛む人もまだいると思うんです。まだそういう人たちがいると思うんです。まあ若い人にもいるかもしれません。ですから私たちはやはりその、以前、ね、犯した罪について、やはりまだ傷つく方がいるならば、
そういうことをするべきではないと私は思いますね。私たちは本当に、それを申し訳なかったと、本当にそういう傷つけて申し訳なかったという気持ちがあるならば、今また傷つける必要はないと思います。私たちはその、過去の罪に対して本当に悔い改めて、それを継続して、そのまだ傷つけることは決してやめるべきだと思います。メッシやロナウドはよくゴールを決めたとき十字を切ります。ああ、そうですか。メッシとかロナウドというサッカー選手でしょうね。サッカー選手がゴールを決めたときに十字を切るということですね。傷をえぐるのではなく、癒し、許されるのが日本の役目じゃないでしょうか。その通りです。私たちはその、過去のことについて本当に、悔い改めて、へりくだり、まだ心の傷がある方がたくさんいると思うんです。その心の傷をですね、私たちは、その癒すことが必要だと思います。神様に毎日悔い改めて祈り続けたいです。アメン、節子さん、アメン。はい、それではですね、そのファイナルメッセージいきましょうね。ファイナルメッセージ、Jさんからコメント来てますね。先日、ホリエモンこと堀江貴文さんが、日本人の 99% は洗脳されていると言っていました。ホリエモンさんは日本の義務教育の在り方に疑問を持っているそうです。義務教育就学率が常に 99% を超えているとことこそ洗脳の危険があると断言していました。個性を押し殺し、協調性が重要視されて学校で、教え込まれるのです。私はなるほどと納得しました。その 99% という数字が見事にこの日本を表しています。クリスチャンが 1%、 その他が 99% という日本、今の日本です。キューちゃんがお子さんたちを学校に行かせなかったと、キューちゃんをディスり込めが多くありますが、これは違います。キューちゃんは 1% 正しい道を子どもさんたちに指し示したと言ってもいいでしょう。義務教育は悪霊への道、チャイスクールは聖霊様、イエス様への道、アメン。教育はですね、私、チャイスクールやっておりますけれども、そのイエス様の教えを教える、イエス様の教えを教える、これが教育です。教育というのは真理を教えることです。また人格を作ることです。本当の人格、それはイエス様の人格。私たちはイエス様の人格を子供たちに教えるべきです。イエス様の教えを教えるべきです。それは本当の人間の、価値観、考え方、人間関係、ぜひ皆さん、キューちゃんのチャイスクールに通わせていただいて、もちろんですよ。もちろん、皆さん、チャイスクール、通える方はね、通ってください。ホームスクールでもいいですよ。ホームスクールでもですね。それでは、ファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージ。今はですね、ネットで世界中が、意見を交換できる時でもあります。もう本当に、その霊的と戦いが激しくて、そのいろいろなその間違ったことも増えてくるでしょう。そしてまたクリスチャンも増えてくるでしょう。
まあ、ある意味ではこのように自由に発言できるということは、これは神様に感謝するべきだと思います。このように自由に発言できない時がまた来るかもしれません。戦前戦中は、治安維持法というのがあって、まあ、自由に発言できなかったんですけど、日本は今は、その秘密保護法案というのができたので、今はですね、そういうその思想の自由とか、ね、報道の自由が制限されそうな懸念もあります。まあ、今のところこうやって伝道ができる、できるならば、できるうちにどんどん やった方がいいですね。そのうち、その伝道ができない時代になるかもしれません。今伝道できるうちにどんどん伝道したいと思います。もしキューちゃんが逮捕されそうになったら僕は戦います。ありがとうございます。自由と平等のアメリカでさえ、自由と平等のアメリカでさえ、その、国家聖書をですね、少し強いられているような感じがします。つまり罪の世界というのはアメリカであろうと、中国であろうと、日本であろうと、罪の世界は同じだということですね。つまり悪魔が働いている、悪魔が働いていて、私たちが偶像崇拝するように、私たちが偶像崇拝するように悪魔が働いているという構図、これはどこの国でも同じだということですね。日本だけではない、世界中で、まさに北朝鮮とか中国はまさにですね、偶像崇拝を強制的にさせられている感じですね。北朝鮮、中国に比べれば日本はまだマシです、まだマシですね。アメリカにもそういう偶像崇拝をさせるような、そういう闇の力が働いています。世界中で悪魔が働いて、世界中で、その人間が、その偶像崇拝するように、偶像崇拝するように悪魔が嘘を言っています。ですからその悪魔の力に立ち上がって、私たちが真理の道を歩むように、私たちは悪魔に立ち向かわなければなりません。そのことを私たちは皆さんに伝えたいのです。センターさん、日本は他の人に合わせなければならないという間違った考えのおかげで、少しでも合わせられない人がいないと、すぐに攻撃されて叩き出されてしまいます。国家斉唱の選択も同じではないかと思いました。そうですね、日本はそういうみんなと同じことをしないと、村八分に会うという、叩き出されると、ね、そういう傾向があります。日本は特にそういう傾向がありますね。出た杭が打たれる、出た釘が打たれる、そういう感じは日本にあると思います。私たちは神の国を求める必要がありますね。信教の自由、思想の自由、言論の自由、私たちは、神の、神の国を求める必要があると思います。神の国を求める必要があります。アメリカはクリスチャンの国でした、ね。まあ、今はクリスチャンの国と言えるかどうか、アメリカもだん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 信仰が薄れてきて、信仰が薄れてきて、国が怪しくなってきています。日本はですね、まだキリスト教国家になったことはありませんけど、日本にもリバイバルが必要ですけど、アメリカにもリバイバル必要ですね。世界中にリバイバルが必要です。世界中に神の国が必要です。世界中に神の国が必要です。皆さん、新しい日本を作っていこうではないでしょうか。僕は
放送を見るたびに進行濃度が 100% です。僕は放送を見るたびに進行濃度 100% 素晴らしい。ネイマールさんみたいに 100% ジーザス、ね、100% ジーザス、ネイマールさんと同じように、鉢巻きいいですね。それじゃあ招きをします。今日の放送を聞いて、国家斉唱するのは、ね、個人の自由なんだ。国家斉唱するかしないかは個人の自由なんだ。それを制限するのは間違いなんだ。私たちは、ね、その強いられて何かをするのではなく自発的にするべきだ。そして私たちが誇るのは、その国家や、民族ではなくイエス様を誇るべきだ。イエス様を誇るべきだ。そのように思う方、イエス様を信じてこれからはイエス様と十字架を誇ろう。イエス様と十字架を誇ろう。そう思う方はアメンと言ってください。アメン、アメン。アメン。十字架を誇ります。アメン。十字架を誇ります。アメン。アメン。天の父様、感謝します。今日本は、信教の自由があり、思想の自由があり、言論の自由があります。戦前戦中はありませんでした。戦前戦中は、その治安維持法によって、信教の自由が制限され、その言論の自由が制限されてました。それは悪魔の働きと思います。しかしまだ日本は悪魔の力が働いています。まだ日本は、正義が曲げられ、その多くの国民が虐げられています。多くの国民が虐げられています。この日本にはイエス様が必要です。人々を祝福し、人々を救う、そのような、日本が必要です。神の国が必要です。神の国が必要です。イエス様、この日本に来てください。イエス様、この日本に来てください。日本に、正義が、与えてください。この日本が神の愛で、神の愛で愛し合う神の国となりますように。その搾取とか差別とか、いろいろな虐げがない国、どうぞイエス様、あなたが支配してください。この日本を支配して、偶像崇拝から解放してください。全体主義から解放してください。イエス様、どうぞ悪魔の力を縛って、あなたの力を解き放ってください。あなたの力を解き放ってください。イエス様、どうぞこの日本に来てください。この日本に来てください。イエス様、日本に招待します。あなたを招待します。日本に招待します。どうぞ日本に来てください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン、アメン、アメン、アーメン。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。明日の朝はツイキャスですね。明日の朝はツイキャスで、夜はありません。休みですね。そして日曜日は礼拝ライブがあります。